ヤッホーマミです。今回は春フェスの持ち物について皆さんにいろいろ解説していきたいと思います。で、春フェスの持ち物、これからいろいろ紹介していくねんけど、室内と野外で持ち物のベースっていうものは一緒やねんけど、動画見てる中でまあこれはいりそうやなとか、これはいらんかなみたいなのが多分いっぱい出てくると思います。なのでこの動画をベースに自分で荷物を厳選して持って行ってほしいなと思います。早速こう持ち物についていろいろ解説していきたいと思うねんけど、まず会場内ではこういう小さめのカバン、まあ、これでうろうろしてほしいなと思います。で、フェスのカバン選びについてまた別でこの間動画出してるので、もしカバンに困ってる人はそれを見てもらえばいいかなと思います。いろんなアイテムとか紹介してたりとか、まあ、こういうのが便利だよっていうのがすごい載ってるので、まずカバン選びについてはそっちを見てほしいなと思います。で、これからこのカバンにいろいろ詰めていきたいと思います。まずこのカバンにつけといたらすごく便利なものがこちらです。ペットボトルホルダーです。このペットボトルホルダー1個あるとめちゃめちゃ便利です。で、こういうの100均とかでも売ってるし、まあフェスまでにゼップにライブを見に行く人は、そのドリンク交換の時にソフトドリンクをチョイスすると、こんな感じでソフトドリンクと一緒にペットボトルホルダーっていうものがこう渡されるので、まあ私はこのゼップのペットボトルホルダーをいつも使ってます。で、これカラビラがついてて、こんな感じでカバンにも直接つけれたりとか、あとはズボンのベルトループとかにつけると飲み物が持ち運びやすいので、これめっちゃおすすめです。で、こういうの100均とかでも売ってて、私が見たのはなんかアウトドアコーナーみたいなところにあったから、まあそういうところを探してみるといいんじゃないかなと思います。バンドグッズとかでもこうやってペットボトルホルダーっていうのが出てたりもするから、まあ1個ぐらいは持っておくとすごく便利なんじゃないかなと思います。そしてそのペットボトルホルダーにつける飲み物、フェス会場っていうのは瓶と缶とかは持ってかれへんねんけど、ペットボトルとか水筒は持ってって OK です。やっぱり会場の中のソフトドリンクで1本ペットボトルが300円とかするのよ。で、まあ最初の1本ぐらいは自分でその辺の、まあ、スーパーとかコンビニで事前に買っていくとちょっと節約にもなるからいいんじゃないかなと思います。フェス最寄りのコンビニとかってもう当日めちゃめちゃ混むので、最寄り駅のコンビニとかもめっちゃ混んでるから、まあできれば自分の家の近くとかで、まあ、買っていった方が時間とかも無駄じゃなくなるし、その混雑に巻き込まれへんから、自分の最寄りの範囲で、まあ、準備しておくのがいいんじゃないかなと思います。もし出し入れ自由のクロークを使う予定があるとかやったら、何本か飲み物用意しといてクロークに預けて、なくなったら新しいの取りに行くっていう方法もあるので、まあそういうところで、まあちょっとでも節約したいなって考えてる人は、飲み物っていうのは持参するのがいいんじゃないかなと思います。そして続いて、まあ、財布やねんけど、最近のフェス、まあ、どこ行っても基本的にキャッシュレス決済に対応してくれてるところがほとんどやと思います。まあ、ほとんどやねんけど、使えるキャッシュレス決済っていうものが、まあ、フェスによって全然違うから、まあ、キャッシュレスを主に使いたいっていう人は、フェスごとに何が使えるかっていうのはチェックしておくのがいいんじゃないかなと思います。で、これ何が使えるかって結構ギリギリにならないと発表されたりせえへんから、焦らずに、あの、前日とかにこうチェックしてみて、相手やったらその決済でこう対応されてるんやなと思えばいいかなっていう感じ。チャージする系のキャッシュレス決済を使う人は、まあ事前チャージをしておくのが一番いいかなと思います。会場で電波悪くてチャージできひんかったとか、スイカとかさ、そういう改札でチャージしようと思ってたらもう混みすぎてやばいとか、まあなんかそういうのになりかねないので、まあチャージ系は事前にチャージしとくのがいいかなと思います。で、キャッシュレス決済いろいろ使えたりもすんねんけど、まあフェス会場ってさ、電波めちゃくちゃ悪いの。だから時間帯によってはキャッシュレス決済が使えませんみたいなことになりかねないので、現金は持っていっとくのをおすすめします。こうやっぱフェスって荷物をもう極力抑えたいと思うから、まあ、私は財布を持っていきません。で、財布の代わりに、まあ、こういうジップロックに、まあ、お金を入れてったりとか、あと最近やったらクリアポーチみたいなのがあるやん、こういうのにお金を入れていくっていうのもめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。やっぱ普段使ってる財布やと重たかったりかさばったりするから、私はこういうものに入れていくのをすごくおすすめするかな。もうこっちに関してはもう絶対にさ、小銭が落ちたりとか、雨降った時に濡れたりとかっていうことがないから、まあそういう意味ではジップロックが一番かさばれへんし、おすすめかなと思います。で、なんかこれでお金出すの恥ずかしいよっていう人は、まあこういうなんかクリアケースとか使うのもいいんじゃないかなと思います。あとはもう私がずっと使ってるこういうフォンケースっていうのがあるんだけど、まあペロってやってさ、
ここに携帯を入れたりとか、まあそういうことができんねんけど、こういうののサイドポケットとかついてるものを選んで、まあこれを財布代わりにするとかっていうのも便利なので、まあ私はいつもこのフォンケースを携帯入れるのと財布入れるのの両方に使ってます。で、後ろにもこんな感じでカナビラつけといたら、まあカバンにもつけれるし、カバンの中に入れてもいいし、ベルトループに引っ掛けてズボンに身につけるってこともできるので、そういう使い方をしてます。どのぐらい現金持って行ったらいいですかってすごい聞かれんねんけど、私あんまりフェスでグッズ買ったりせえへんから、まあご飯食べるのとドリンク買うので、まあだいたい5000円ぐらいは予備で持ってってるかなっていう感じです。小銭は100円単位とかやから、まあ50円以下の小銭っていうのはもう必要ないから、まあそういうのも全部置いて、100円以上のお金を準備していくとすごいスムーズなんじゃないかなと思います。フェス内でかかるお金についてショートで動画出してるので、よかったらフェス初めて参戦するんですっていう人とかはなんかどんな感じなのかなっていうのをそのショートでいろいろ喋ってるので、そっち覗いてほしいなと思います。あと便利なのはこういうシート系です。まあ、除菌シートとか、ウェットティッシュ、汗拭きシート、まあ、こういうシート系がどれか、ま、一個でもあったらすごく便利なんじゃないかなと思います。で、春フェスやから、滝汗かいて汗だらだらっていう感じにはなれへんかもしれんけど、やっぱりさ、飛び跳ねたりとかしたら、ちょっとじゅわっと汗かいたりとかするから、なんかちょっとサラサラするシートぐらいは、なんかあったら便利なんじゃないかなって思います。で、まだ春やから、氷点下とか書いてる、そういう汗拭きシートやともう凍えるぐらい寒いから、なんかちょっとサラサラした汗拭きシート的なとかっていうので、なんか持っていくのはすごい便利かなと思います。あとはなんか除菌シートとかも、ご飯食べる前とかあると便利かなと思います。フェス会場にはトイレいっぱいあんねんけど、トイレの手洗うところに石鹸って置いてくれてんねんけど、その石鹸切れっていうのはめっちゃ怒るから、まあそういう時に除菌シートとかあれば安心してご飯を皆さん食べれたりもするんじゃないかなと思うので、フェス会場の、まあ石鹸はあんまり当てになれへんかなっていうのはちょっと覚えといてほしいかなと思います。あとは、こういうモバイルバッテリーもこれは絶対に持ってってほしいなと思います。ほとんどのフェスがチケットが電子チケットやったりとか、あとなんか前方エリアとか、そういうののチケットとかも電子が多かったりとか、まあ友達と連絡取ったりとか、まあなんかそういうのはいっぱいあると思います。ほんまに携帯が終わるとめちゃめちゃ大変なことになると思うので、充電器、まあこれは忘れずに持っていくのがいいかなと思います。で、一応フェスにも充電スポットみたいなのは存在すんねんけど、やっぱりスポットやからその場で充電みたいな、このバッテリーを貸してくれるわけじゃなくてその場で充電みたいな感じが多いから、まあそうなると自分が行きたいアクトに行かれへんくなったりとか、時間的には余裕あるけど全然そのスポットが開けへんなーみたいなこともほんまに起こるから、まあモバイルバッテリーは持っていっとくのがいいんじゃないかなと思います。あとは春の野外フェス、まあ夏ほどではないけどやっぱり焼けるのよ。日焼け対策とか、まあ、気にしてる人とか多いと思うんだけど、まあ、私はこのスプレータイプの日焼け止めをめちゃくちゃおすすめしています。やっぱりもうめちゃくちゃ汗かくから、汗拭いたところにこう自分のさ手でペタペタさクリームを塗るっていうのはちょっと気が引けるなとかっていう人はもうこういうスプレータイプすごくおすすめです。で、このスプレータイプすごい煙たくなるから、使うときは周りに人がいないのを確認してからこう振ってほしいなと思います。思ったより風強くて煙がファーって流れてっちゃったりとかして、先におる人がゲホゲホなったりとかもすると思うので、まあ使うときはちょっと気をつけながら、まあこういうのも持っていくのをおすすめします。で、あとは基本的にフェス会場っていうのは傘が使えないところが多いです。日傘、雨傘、こういうのは一切使われへんから、雨具とかっていうものも持っていっといた方がいいと思います。雨具はね、こんな感じでカッパーを持っていくのがいいんじゃないかなと思います。完全に雨予報の時はもう雨対策用の動画を作ってるので、まあそっちを見てもらいたいなと思うねんけど、まあちょっとは天気怪しいなっていう人たちはカッパをカバンに忍ばせとくのがいいんじゃないかなと思います。まあこういうカッパ持っていくほどではないなとかっていう時は、なんかさ、シャカシャカのさ、ちっちゃくまとまる何上着みたいなあるやん、まあそういうのとか持っていくとすごい便利なんじゃないかなと思います。あとはこういうね、タオルにフードがついてる、フードタオルっていうものがグッズで売られてたりします。こういうのを持っていっとくと、雨降った時にこうやって被ってライブを見るとか、あと、火がすごい時は日よけみたいな感じで、ここを止めれるようになってたりすんねんけど、私はこんな感じで日差しが強かったら、これにくるまって、まあライブを見たり、あとはちょっと肌寒いなっていう時に、こういうのでね、暖を取ったり、っていうので、フードタオルは便利なので、まあ、こういうのを使うとかもいいと思います。で、まあ、そういうの持ってないねんっていう人は、なんかバスタオルとかも
バンドで売ってたりもするから、まあバスタオル持ってって、頭から被るとか、まあそういうことも、まあタオルでもいいねんけどな。頭から被るとか。で、バスタオルのサイズ感やと、こう寒い時にこんな感じで結構暖取れたりもするから、まあこういうものもあるといいんじゃないかなと思います。で、まあ春フェスって結構昼間と夜帰る時の寒暖差っていうのがめちゃくちゃあると思います。昼間めちゃくちゃ晴れて太陽で暑いってなってても、日がなくなった瞬間に急に寒くなったりとか冷えてきたりもするから、まあ今みたいなちょっと大きめのタオルとかを用意していくのもいいし、なんかその防寒着用の羽織れるものみたいなのもあるとすごく便利じゃないかなと思います。で、そういうのはクロークに預けとくか、まあもしくはすごいちっちゃくなるタイプのシャカシャカするものとかを持っていくとすごく便利やと思います。で、あとは、携帯のロック画面をタイムテーブルに設定をしておく。まあ、これはめちゃくちゃ便利です。移動ってやっぱ1分1秒を争うわけ。そんな時に、こうやっぱ電波が繋がれへんくて、アプリ開かれへん、次のアクトどこで誰が何時からか分かれへんとかってわちゃわちゃなるのは時間もったいないと思うので、もうパッて見て、次ここやっていうのが分かるようにロック画面にその日は設定しておくのもいいんじゃないかなと思います。これはほんまにめちゃくちゃ便利です。なのでね、皆さん設定を忘れずにしていってほしいなと思います。あとはまあ必要やったらマスクとかリップクリームとかあるとすごくいいんじゃないかなと思います。で、野外やとすごい砂ぼこりが舞ったりとかするし、なんか室内でも野外でもなんか唇ってめっちゃ乾燥するのよ。で、室内やったら多分乾燥であれするし、野外やともう風で口の水分持ってかれるみたいなことがあるから、まあこれはもうマジでどっちでもいいねんけど、まああったら便利かなっていう感じ。髪の毛長い人はもう絶対にお団子ヘアにしてください。で、お団子は頭の上じゃなくて、まあ後頭部の範囲でお団子にしてください。髪の毛はやっぱりね、結んでいかないと、まあ、特に前の方でライブを楽しみたいなっていう人とかは一つ結びとかじゃなくて、まとめれるだけ、こうできるだけコンパクトにすると、まあ、周りの人にも迷惑がかかれへんし、自分も快適にライブを見れるんじゃないかなと思います。三つ編みとかはどうですかとかって聞かれんねんけど、まあ、三つ編みでもいいねんけど、その飛んだ時にその三つ編みがボヨンボヨンなって人に当たったりしない長さやったら OK。 私ぐらいの長さがさ、三つ編みやると多分この三つ編みが飛んだ時にめっちゃ跳ねちゃうから、これぐらいの長さの三つ編みをするんなら、二つお団子とかにキュッとしておく方が周りに迷惑かかったりしないと思うので、長い人はね、髪の毛にもちょっと意識を置いてほしいなと思います。あとは帽子類もまあ何でもいいねんけど、野外の人は特にね、帽子は被っていておいた方がいいと思います。やっぱり焼けるのもそうやし、火がめっちゃ照ってたらめちゃめちゃ頭熱くなって、頭熱くなると結構多分体力も奪われるんじゃないかなと思うので、まあキャップとか、あとバケハとか、そういうの何でもいいので、ユニクロとか自由で安いの持ってるし、まあ何でもグッズでも何でもいいので、野外フェスは特に帽子っていうものはいると思います。靴はもうスニーカーを推奨します。やっぱり一日中飛んだり跳ねたりみんなすると思うし、歩き回ることもあるでしょう。で、ヒールとかやと自分も足疲れるし、誰かの足を踏んでしまうみたいな事故にもつながるので、もうほんまにとにかくスニーカーでお願いします。あとね、汚れてもいいものをチョイスしてほしいなと思います。やっぱりライブ中、恋で踏む人はおらへんと思うねんけど、前の方でライブを見るとか、人混みをこう移動するときに、こう誰かの靴が誰かの靴に当たってしまうみたいなことは日常茶飯事で起こるので、なんかもうお気に入りの真っ白なスニーカーとかを履いていっちゃうと、黒ずんで帰ってくるみたいなことになったりもするし、まあ野外やと雨とか、その日は雨降ってなくても前日に雨降ってて、地面が緩いみたいなところをこう歩いちゃうと、ちょっと汚れたりとか、まあそういう可能性はいろいろあるので、汚れてもいいスニーカーっていうものを履いていってほしいなと思います。あとはもうめちゃくちゃ汗かく人は着替えとかを持ってっといたりとかするのもいいんじゃないかなと思います。グッズ買う予定がある人はもう買ったグッズに着替えるとかでもいいし、めっちゃ汗かくタイプやったらさ、帰りの電車も多分心配だと思うので、まあ、着替えが必要な人は持ってっといた方がいいんじゃないかなと思います。で、まあこんだけ荷物の話をいろいろしてんねんけど、まあ、クロークを使うか使わないかでこの荷物の厳選具合っていうものはすごく変わってくると思います。で、春フェスっていうのは、まあ、夏と冬に比べると、冬やとさ、道中のアウターが必要やなとか、夏やったら着替え、これは必須やなとか、まあそういう荷物の量がいろいろあると思うねんけど、まあ春が一番こう厳選しやすいと思うのよ。なので自分はクロークを使うんやっていう気持ちで、まあ、荷物を持っていく人は飲み物多めに持っていくとか、着替えを持っていくとか、まあそういうことをできんねんけど、まあもう絶対に私、僕はクロークを使いませんっていう人は、
まあ、できるだけこう荷物をコンパクトにしたいから、まあ、これはいらんかなとか結構こう厳選する作業があると思うねんけど、まあ、クローク使うか使わへんかは、そのみんなの戦略やと思うので、まあ、その辺は結構フェス行き慣れてる人は、春はクローク使わん人も結構います。ただ、なんかこう、こうなったらどうしようとか結構不安になっちゃう人は、まあ、クロークを使って、こう荷物をしっかり持っていく方が、私はいいかなと思います。あとはグッズ買う人ね、バンドによってさ、ショッパーがついてくるついてこないっていうのはバラバラやから、買った荷物を入れれる袋的なのは、まあ、持ってっといた方がいいんじゃないかなと思います。リュックの中に入るんならそれでもいいねんけど、ボディバッグだけしか持ってってないっていう人は、なんかそういうエコバッグ的なのがあれば、グッズをそこに入れて持って帰れるので、まあそういうのあるとすごく便利かなと思います。っていう感じかな。まあ結構いろいろ喋ってんけど、まあまたわからんことあったらコメント欄にお願いします。まあ私か他の人が答えてくれると思います。あと服装についてはまた動画出すので、それも参考にしてほしいなと思います。ということで、これから春フェスが始まっていくんやけど、ちょっとみんなが最高に楽しめるようにいっぱい動画出すので、チャンネル登録して友達にシェアしてほしいなと思います。ということで、マミでした。ほなねー。